源さんの過去。源さん。どうした、若造。やっぱ俺には無理だよ。たとえ爪が世界の頂点に立ったとしても、このまま一生下っ端で終わるなんて、俺には耐えらんねえよ。じゃあ聞くが、ここやめてどうする気だ。他にやりたいことなんかねえんだろ。うるせえ。源さんなんかに俺の気持ちが分かってたまるかよ。わかるさ、痛いほどな。え？俺はな、ここに入る前トンネルを掘ってたんだ。昼も夜もない暗がりの中を毎日ひたすら掘って掘って掘りまくる。ゴールがどこにあるのかも分かりゃしねえ。おまけに暑いし危ないしで嫌気がさしたよ。俺はこんなことをやるために生まれてきたんじゃねえ。もっとビッグになりてんだって。源さん。でもな、初めて自分の掘ったトンネルが地図に載った時、俺は胸が震えた。やっててよかった。心の底からそう思えたよ。結局酒飲みすぎて体壊してやめちまったが、あん時の気持ちは一生忘れねえ。俺の宝物だ。俺にもいつかそう思える日が来るのかな。来るさ。たとえ名もなき作業員だってそれくらいの誇りは抱けるんだ。まして今度は世界地図を塗り替えるくらいすげえことを成し遂げようとしてるんだからな。俺がバカだったよ、源さん。おかげで俺目覚めたよ。おっと、つい熱くなっちまったな。どれ、冷えたビールで乾杯でもするか、若造。俺、トンネル掘ってくる。油断。不意打ちとはいえ、この俺を捕まえるとはなかなかやるじゃないか、ガキども。お前たちの力はよくわかった。だからさっさとこの縄をほどけ。今ならまだ許してやるぞ。お前、自分の立場をわかってるのか。それはこっちのセリフだ。お前たちの方こそ俺がどれだけ恐ろしい男か全くわかっていないようだな。まずは名前を聞かせてもらおうか。おいおい、冗談だろ。この寺田様に尋問しよってるか。笑わせやがって。寺田か。こいつは一本取られたな。だがこれ以上は喋らんぞ。かけてもいい。先に音を上げるのはお前らの方だ。ん？なんだその水は。まさか拷問する気じゃないよな。そいつはやめとけ。時間の無駄だ。お遊びはそれくらいにして、今すぐ俺を解放しろ。それともお前ら、傷と呼ばれる幹部の俺を本気で呼ぶ。それ、どこまでも俺を愚弄しやがって。おもう二度さん、お前らは完全に俺を怒らせた。覚悟しとけよ、ガキども。全部吐きます。竹内の能力。この私、竹内の長期行に資格はない。特にこの狭い通路ではなおのこと。すでに筋書きはできている。まずは飛行炸裂光で視力を奪い、奴を行動不能にする。次に灼熱気候波で体力を削り、奴の繊維が喪失したら、最後は私の必殺技超気候法を最大出力でお見舞いしよう。普通の人間がまともに食らえば跡形も残らない危険な技だ。いくら奴とて真正面から受けて無事では済まされまい。そして必ずや命乞いをするだろう。だがそれを聞き入れるほど私は甘くない。絶望した奴は来た道を引き返し、背後の私に怯えながらただただ逃げ惑うのだ。その恐怖が最大限に達した頃、ようやく私はとどめの気候追跡弾を放つ。
あとは奴の断末魔が聞こえるまで気長に待つのみ。時速80キロで敵を追尾するこの技から逃げ切ることはまず不可能。その姿を視界に捉えた時が奴の最後というわけだ。来たか少年、私の名は竹内。ここまでたどり着いたことを褒めてやろう。だがお前は初めて敗北の味を知ることになる。悪く思うなよ。くぅ、飛行炸裂。くっ、何かやろうとしてたのにすみません、今急いでて。